皆様こんばんは。こんばんは。今宵も元気に、はい、ラジオ夢物語始めたいと思います、はい、最後までぜひぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、今年最後の夢物語なんですけども、はい、まあ、まだね初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、はい、この番組一体どんな番組なのかというのを紹介したいと思います、はい、お願いします。はい、皆様には夢はありますか？夢を諦めていませんか？このラジオ夢物語はゲストさんに様々な企業の社長様、様々な職業の夢を持った、これから夢に向かって羽ばたいていく今は卵の方をお招きさせていただき、どういった思いでやられているのか、今後どのような展望を描きながらご活躍されていくのかを語っていただく回、各 MC がコーナー企画を持ち寄って披露する回と、様々なことにチャレンジしていく、そんなラジオ番組となっております、はい、本日の MC は愛の伝道師松山真嗣と、はい、塾女と広島大好きタルタイン友和です。はい、お送りさせてます、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、はい、やっぱりね最近のイベントといえば、そうですね、春くん、はい、クリスマスですよ。 ありましたね。ありましたね。そんな日もありますよね、はい、やっぱりね、あの愛しい人、愛する人と一緒に過ごすかなと思うんですけども、はい、まあ、僕とタル君誰と過ごしましたっけ、はい、二人で、二人でね、はい、ゲームをやるというね、ゲームやってましたね、ゲームずっとやってましたね、はい、なんかロンリー、はい、そうロンリーですねでも、はい、まあクリスマスといえばサンタさんじゃないですか、うん、あ、そうだね、サンタさんだね、はい、まあ全国のパパさんは、うん、まあ愛する息子に、おっと、そうなのかパパなのか、買ってあげてると思うんですけど、うん、そうか、やっぱね、はい、サンタさんって知ってます？なんすか？資格いるんですよ。資格いるんすか？はい、へえ、どんな資格が？いや、もう今日はこの日のために調べてきました、はい、お、さすが、カンペ読みますからね、カンペ、そうです、そうですねちょっとカンペ失礼しますはい、で、まあ条件があるんですよ、うん、まあ一つ、はい、結婚していること、ほう、一つ既婚者、うん、子供がいること、はい、一つ、うん、これまでサンタクロースとしての活動経験があること、うん、何それ活動経験って、はい、で一つ、はい、サンタクロースにふさわしい体型であること、うん、なるほど、どんな体型ですか、ちなみに、まあ、これは衣装やその他の装備含めて、うん、まあ体重120キロ以上、マジで、はい、そんな重いの？そうですね。そう、でまあ、うん、これグリーンランドで試験開催されるんですけど、そうなんだ、試験会場がグリーンランド、はい、そうです、遠いね。でまあ気になる試験科目なんですけど、うん、気になるね、はい、何するんですか試験って？これはね、うん、体力測定、体力測定、はい、ほう、これ2名ずつ行われるらしいんですけど、うん、これは 50m を全力疾走して、うん、マジで、はい、120キロの巨漢が、そうです、で、きついね、はしごで、うん、高さ、まあ、280cm、うん、内幅 120×120cm に登って、あら、落っこったら大怪我よ。そうですよ、うん、はい、で煙突に潜って、うん、その下の暖炉からね、うん、入れて、入れてるんだ、はい、ヒイラギのね、うん、木の下に、うん、プレゼントを置き、うん、暖炉の上に置かれたクッキー6枚と、うん、牛乳568枚568ml を完食、うん、飲み干すんだ、はい、クッキー食って、で再び暖炉から入って、うん、煙突から出たらシュールだね、はい、で呼吸を振らなきゃいけないです。あ、呼吸振るんだ、はい、振って、うん、でそれではしごから降りて、うん、で 50m 全力疾走して、マジで、ね、きついね、はい、結構ね、うん、結構シビアなんですよ。シビアだね。でまあこれ基準があって、うん、2分以内2分以内、はい、全ての作業。そうです。いや、きついね。そうなんです。はい。でまあこれ2分以内でゴールしても、はい、まあ上位2名のサンタさんしかね、うんうんうん、あの次の試験に行けないんですよ。あ、そうなんだ、はい、長老サンタがいるんだ。長老サンタがいるんだ長老サンタとの面接に進めないわけですよ、うん、あ、なるほどね、最終面接に進めないんだ、はい、そうなんですよ。なるほど、はい、でその2名進んで進んで、うん、まあ面接するじゃないですか、うん、で自己紹介は、うん、英語かデンマーク語。あ、そうなんだ、はい、へえ、じゃあもう覚えないとね。そうなんですよ、うん、でまあね、まあこれ宣誓文を読まなきゃいけないんですよ、うん、あ、そうなんだ、はい、長老たちの前で、うんうん、これはあの全部ほう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 、それは共通なんだ、はい、そうなんです。 どこでも一緒な、はい、ほうほうほうって。そうなんです。古文書を、うん、ほうほうほうってあの長老たちが納得するまで読まなきゃいけないらしい。マジで、はい、拷問だね、それ。そうですね。へえ、まあね、結構シビアですね。シビアだね、はい、ほうほうほう。まあもしね、うん、まあ、これを聞いてもね、うん、あ、自分サンタの資格取りたいって思ってる方はね、うん、まあ、ぜひ取ってほしいなと。それ取ったらさ、何ができるの？まあなんかこれはまあ、うん、結構いろんなところに訪問したり、うん、まあ結構訪問が老人ホームとか、うんうんうん、訪問がまあ結構メインなんですけど。あ、そうなんだ、はい、でもあれなんですよ、交通費ってないらしいです、う
えぐいね、はい、ギャラも出ないらしいです。きついね、はい、あそうなの。ただ報酬はたまに出るらしいです。あ報酬が出るんだ、はい、あそれ優しいんじだね。そうです、へえ、ね、なるほど、はい、あちなみにそのなんかサンタさん同士で会議とかしないんですか。あサンタさん同士の会議もするらしいです。あそうなんだ、はい、このプレゼントどうかとか。あそれはいいね、はい、来年の子供たちに向けて ね、 ねみんなでサンタさん同士で相談して決めるっていう、はい、あ夢あるね。夢あります、ね、さすが夢物語にふさわしいネタだね、はい、そうですね。じゃあもうサンタさんになりたいぞっていう方ぜひ、はい、自費でねグリーンランドの方に行っていただいてね、はい、試験受けていただきたいなと、はい、もう来年に向けて ね、 そうですね、ご準備なさるのが一番いいかなと思います、はいはい、ということでですね、まあ、今年最後のね夢物語ということで、はい、今回はですね各 MC 陣もう全 MC が、今年を振り返ってでしたりとか、はい、まあ、来年に向けての抱負でしたりを語る会に今回したいなと思いますので、はい、早速ですねトップバッターの玉川ありささん、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、まず2015年を振り返ってなんですけれども、私一発目から自分自身の出た映画が公開されまして、うん、はい、ブラックフィルムっていう映画だったんですけれども、でそちらでまあちょっとねドキドキしながらちょっと2015年始まった感じなんですけれども、はい、まあ、でもねやっぱ、まあ、何が一番大きかったかっていうと、うん、やっぱねこのラジオ夢物語の初めてね、うん、まあなんか出させていただいてというか、夢物語が始まって、うん、初めての年ということでもございますし、そうだね、そうそう、我ら MC 陣もね、うん、ちょっと、まあ、いろいろね切磋琢磨しながらいろいろ正直意見を言い合ったりとか、そうだね、うん、いろいろ、まあ、あったんですけれども、はい、まあ、でも楽しくねこうやってみんなとラジオを今もそうなんですけど、うん、話ができててな嬉しいなとつくづく思っております。で、まあ、あと自分自身今年2015年を振り返って思うのが、はい、あともう一つ初めてのことがありまして。何ですか。それが朗読劇というのを初めてさせていただくことができました。ありましたね。そう、ありました。なんか、うん、ラジオの、ね、MC をさせていただいてるっていうことでありがたく選ばせていただいたんですけれども、うん、やっぱ、うん、そう声で、ね、感情を伝えるっていうのはねまたね同じねタルタニ君だったら役者なんでね分かると思うんですけれども、ね、はい、やっぱ声だけで伝えるっていうのもすごく難しいなと、うん、つくづく思いまして、でなおかつその、まあ、お芝居なんだろうな映画とか舞台とかだったら表情でちょっと、まあ、変な言い方するとごまかせるみたいなところがあるんですけれども、はい、まあ、声だけでしやらなきゃいけないので、うん、いかにどう、まあ、綺麗に聞こえてるかとか、まあ、いろんなことを考えちゃって、うん、結局なんか、まあ、今考えると、はい、まだまだもうちょっと声のこともね勉強しなければならないなとつくづく思いました。うん、うん、だからなんか自分自身で漠然とぼーっと思っているのが、はい、まあ、今後、はい、なんとなく2016年に向けてとかじゃなくて、うん、なんとなく思ってるのが、うん、声優さんのねお仕事とかもなんかできたらそれはそれで楽しいじゃないかなと。いいですね。はい、思います。うん、素晴らしいですね。新たな気づきですね。 ありがとうございます。そう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 、まあ、うん、本当になんか、まあ、いろんなことさせていただいてね歌歌ったりですとか、はい、まあ、もういろいろございましたのでそういうのにも向けて、まあ、これからもいろいろ玉川をね鍛えていって、まあ、新しいねカメレオン女優としての玉川ありささんがねできていくんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ皆さん要チェックということでですね、うん、はい、よろしくお願いしますという感じですね。私自身は。なるほどですね。うん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 、素晴らしいですね。素晴らしい。もうそれ素晴らしいって言うんですけども、はい、まあ、ぜひね来年もカメレオン女優玉川ありささんの、はい、素敵な姿を、うん、そして声を、うん、皆さんに届けてほしいなと。あ、頑張ります。本当に、はい、思います。はい、ありがとうございます。玉川ありささんありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでですね、まあ、続いて、はい、まあ、先ほどね玉ちゃん、まあ、玉川ありささんからね声優になりたいという、声優の仕事もやってみたいというお話あったんですけども、はい、まあ、うちの MC 陣にもね、そうですね、心を揺さぶる人の心を揺さぶる声優になりたい、はい、鷲尾春くんがいますのでね、はい、じゃ続いては鷲尾春くん、よろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、今年はですね、うん、いろいろな始まりとかチャレンジとか、素晴らしいな、そういうのがありましたね。うん、もうたまちゃん言った通りに、はい、夢物語が始まった年でもありますし、ね、うん、僕自身が、うん、ラジオちゃんと MC として出たのが、うん、この夢物語が初ということで、うん、初めてのちょっと試み、まあ、最初の方は本当にタジタジっていうか、なんかもうオロオロしてなんかちゃんと喋れなかったりとかしたんですけど、まあ若干なんか回数を重ねるごとにつれてちょっと成長してるかなっていう感もありつつ、他にも成長してますよ。 ありがとうございます。みんなで一緒に成長しつつ、あとライブに出たり、やりましたね、逆にもう開催主催者側で、うん、主催者側で
ライブ開いたりとかで、そう、和紙やりましたね、主催者側でね、タル君もね、うん、そうですね、一緒にね、はい、やりましたけども、まあ、その話は後ほど、まあ、後ほどね、路上だから黙っとけみたいな、でそのライブでね、和紙もやったもんね、主催ね、やりましたね、うん、そのライブで紙芝居をね、はい、紙芝居ね、はい、やってみたり、そう、オンリーワンだね、そう、そう、歌を歌ってみたり、うん、はたまた芝居、舞台芝居をしたりと、うん、なんか本当にいろんなことにチャレンジした1年でしたね。そうだね、ワッシーが声かけてくれて、いっぱい人が集まってね、あの舞台やったりとかもしたもんね。やりました、あれね、よかったよ、集まってくれて、素晴らしかった、うん、ありがとうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にやりよかった、はい、うん、で来年なんですけど、はい、あれですね、まあまだまだ声優としてまだまだ、あ、スタート位置に、ね、立ってないんですよ、スタート位置にも立ってないんで、まずスタート位置に立つこと、なるほどね、うん、でもなんだろう、この声を使った仕事っていう意味では、こうラジオ MC やったりとかね、もうね、もう俺のね、うん、僕のね、夢はね、うん、あのアニメに出て、あ、そうだよね、アニメ声優さんだ、そうなんですよ、出たりラジオ、まあ同じく こんな感じでラジオに出たり、イベントで引っ張りだこになったり で、いいね、ちょっと1年間ね、ちょっとね、休みねとかそういう言いたい1年になったらいいなって思いますね、その将来になればいいなって思います、なるほど、はい、まあね、これを聞いてね、もうね、あの、なんだろう、こうアニメ業界の方はもう鷲尾さんの声使いたいとっていう方もいるかもしれないんでね、もう最後気合い入れて、ちょっと気合い入れて、ええ、はい、ま、な、何かこう一言言っていただければその声優らしい声を一発、はい、お願いします。鷲尾春、今使っとかないと損しますよ。ああ、間違いない、俺は絶対使いたいぞ素晴らしい、鷲尾、ありがとう、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、いや、声優らしいというかね、ちょっと無茶ぶりにもね、ここお答えしてくださるっていうね、そうですね、姿勢、はい、そういったね、ワッシーの姿勢がこう人をね、集めてくれるんだなって、はい、心底思います、僕は。そうですね、はい、僕もそう思いますですよね、ありがとうございますということで、続いてですね、鈴木咲子さん、紹介よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは、ダラクイーン鈴木咲子です。はい、はい、お布団からちゃんと出てまいりました。おはようございます。おはようございます今年はもうさっき鷲尾さんが言ってらっしゃった通りに、はい、私も始まりチャレンジの年になりましたね、うん、やっぱり今ラジオに出演できたっていうのは、うん、もうこれチャレンジですよ ね、始まりですよね、はい、っていうのがあって、うんうん、私自身はその9月からラジオのこの夢物語のメンバーに出会って、はい、もうそこが始まり、もうスタートラインで、うん、それで10月の一発目、11月、12月と計3回ほどラジオで出させてもらって、はい、まあ、そのいろいろ喋らせていただきました。もう、うん、今も全然緊張してて大丈夫です、ちゃんとフォローするんで、なお願いします、先輩お願いしますであとはその2つ目の始まりっていうか挑戦っていうのが、うん、挑戦、その挑戦っていうの正しいのかわからないんですけど、はい、初めて海外に進出しまして、ほうほう、そのスペインに行ったっていうので、あの2回目くらい の、はい、あの女子会のテーマでやった時に、そういう、まあ、ちょろっと話したんですけど、まあ、50人くらいの団体でスペイン行きましたよっていう、はい、引き連れてね、もう女王様というか、いやいやいやなんか、あ、そんなありましたね。そうなんです。それもやっぱり海外出たっていうのは、まあ、今週に日本にとどまってるっていうのじゃなくて、海外に見ていろいろ経験したり、なるほど、まあ、綺麗なもの見たりなんてしたのも初めてだったので、うん、なるほど、はい、こうグローバルな世界でね、そうですね、飛び立ったぞという、うん、一歩ですね、一歩踏み出した。これからやっぱりグローバルな世界っていうのでね、日本人も英語喋れなきゃいけないなって思うので、うん、まあ、来年は、うん、英語を喋れるようになりたいな、まあ、ちょっと大雑把ですけどね。いや、素晴らしいですね僕も覚えたいんで、もうぜひ一緒にね、あ、お願いします、切磋琢磨したいなと、そうですね、思いますね、はい、もうそれと、あとはその、うん、まあ、あともう一つ始まりありましたわ、はい、お、教えてください、ぜひぜひ、あのバイヤーとして、はい、その物品販売、そういう売り買いをするようになって、まあ、ちょいちょいブログなどで上げてるんですけど、はい、そういうのも始めてて、まあ、来年はその海外に仕入れに行ってみたいっていうのが、あ、素晴らしいですね。もともとヴィンテージドレスとかアンティークものとか好きなので、そういうものを実際に自分で買いに行ってみたいなっていうのは思います。あ、なるほど、自分の目で見てね、はい、もうそれもあって、その英語喋れるようになりたいなっていうのはあります、うん、なるほど、はい、もう絶対なりましょう、
お願いします。何お願いしますじゃないですね。一緒に勉強しましょう。一緒に頑張りましょう。いや、ありがとうございます。もう来年の抱負もね、きっちりと語っていただいて、はい、もう9月から入ったというね、初々しい感じなんですけどもね、しっかりされてる鈴木作者さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ということでね、まあ、初々しいつながりといえばね、はい、やっぱり、徳本直子さん外せないでしょう。そうですね。ということでね、はい、まあ、おめない星人徳本直子さんよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。日本語大好きおめない星人おめない子こと徳本直子です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ういういしいと言われたらちょっと嬉しいな。いや、ういういしい。いや、一番、ね、うん、今年の1年を、はい、まあ、私の中で振り返って、うん、まあ、端的に表すとすると、本当に素敵なね、端的だって、激動な、うん、1年だったなっていうのがあって、 はい、それはなんでかっていうと、うん、今年の1月とか去年までは、はい、私地元関西から、うん、声優を目指して東京に上京してきたんですけど、うんうん、やっぱり養成所に通うだけで、はい、特にその、ね、本番の舞台を迎えるとか、うん、アニメに出るとかっていうことをせずに、うん、この3年4年を過ごしてきてしまって、はい、でもう1月2月頃は本当に今私は何をやってんだろうかなって悩むぐらい何にもしていなかったのに、6月の、私6月に誕生日があるんですけど、誕生日の次の日に舞台の本番が始まる舞台に友達からお誘いを受けて出させていただくことが決まったりだとか、でその誕生日の後から本当にガラッと人生が変わるっていうぐらい、はい、その役者人生みたいなのが動き出して、うん、もう舞台の本番に出させていただいたりとか、はい、この夢物語のみんなに知り合って、うん、はい、でこうやってラジオの MC をさせていただいたりとか、いや、もうウェルカムトゥー徳ちゃんですよ。そうですね、体験して本当に自分の中で一番その変化があった1年だったなっていうのが今年の振り返りですね。素晴らしい演じで、まあ、まあ個人的にね、自分の私的なことで結構失敗をしたりとか、はい、で自分を見直すようなことも結構たくさんあって、うん、はい、来年なんかはもう今年その自分で失敗したこととか、うん、ダメだなと思ったこともちゃんと見つめ直して自分っていうのを考え直して、うん、で新しいことを挑戦していけたらなと思っております。なるほどですね、うん、いや、素晴らしいんじですね。ありがとうございます。新しいことね。なるほど、まあ、いっぱいあると思いますけど、うん、そうですね、うん、まあ、ちなみにどんなことっていうのは何か決まったりします、うん、いや、まだ決めてないです。まだ決めてない。本当に何だろう、自分がやったことないなっていうことにもどんどんやっていこうと思うので。なるほど。出会った瞬、出会った瞬間って言ってですけど、はい、なんだろうな、そのなんか、あ、これはやったことないなって思ったらじゃあ、はい、挑戦してみようとか。なるほど。前向きに考えていくようにしよう、うん、新たなジャンルの開拓みたいな。そう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 、そんな感じですね。なるほどですね、うん、じゃあそういった意味でね、僕もね、徳ちゃんにね、いっぱい刺激与えたいですし、これ聞いてくださってる皆さんもね、うん、徳ちゃんね、ブログとかやってますしね、はい、そういったところでコメントとかくだされば刺激になりますんでね、うん、そうですね、ぜひ送ってほしいなと思います、はいはい、ちなみに徳ちゃん、これね、はい、徳ちゃんだけ聞いてないんですけど、すごいね、うん、ずるいかもしれないけどね、うん、ブログとかどうやって飛べばいいんですか。ブログですか。、ね、自己紹介でさせていただいたおめない星人っていうのがキーワードになってまして、はい、おめないの視点っていう単語を、うん、おめないがカタカナで、うん、の視点、見る方の視点ですね、を、うんうん、漢字で検索していただくと出てきます、はい、なるほど、うん、これね、まあね、徳ちゃんだけね、紹介したのでずるいんでね、一応言っときますけどね、徳ちゃんの友達から玉川ありささん、鈴木咲子さん、わしおはるくんもいますんでね、はい、全員登録見てくださればと思いますので、はい、まあ、コメントもね、ぜひぜひ、いつでも待ってますんで、はい、何でもいいんで、もう何でもいいです、おはようでもいいです、おはようでも全然構いませんので、くださればと思います。はい、徳本直子さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、というわけでですね、はい、続いてやっぱりたるくん、そうですね、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、はい、はい、まあ、僕も今年ね、はい、結構、うん、激変の年だったんですよ、うん、まあ、なんかちょうど、まあ、僕も事務所入って、はい、結構レッスンとかエキストラだったりとかで、はい、まあ、なかなかレッスンやってるのに、うん、まあ、現場で経験を積めない、うん、っていうこの状況を、うん、なんとか打破したいな、なるほど、って思ってたところ、うん、運よく、うん、ラジオ募集してるんだけど、
出てみないっていうふうに、まあ、言われまして、はい、うん、まあ、運よくこのラジオに出させていただいて、はい、でまあなんとかね、うん、まあ、そのプロデューサーの、はい、伊藤翼さんと伊藤翼さん、はい、はい、まあ話し合って、うん、でまあイベントやったり、うん、まあ結構初めて続きだったんで、そうだね、はい、結構失敗続きだったんですけど、うん、なんとかまあなんとか現状を打破できた、うん、はい、まあね、あの月1回ね、あのトーク&ライブをね、はい、ずっと開催してて、まあ、また来年あの落ち着いた段階でね、はい、またやりたいなって思ってるんですけども、 そうですね、まあ、そのねトーク&ライブでね、あの第2部の方の主催っていう形でタル君やってね、そうですね、そうですよね、はい、主催で、はい、であのみんなその日あの芝居用でこう、そうです、まあ、呼んだ役者さんたちがね、役者さんが、ね、はい、ちょっと、うん、まあなんだろう、まあ本番に近づくにつれ、はい、まあ一人ずつ、うん、ちょっとポンといなくなっちゃって、ね、最初いっぱいいたのにね、どんどんいなくなっちゃって、ね、はい、どんどん、まあ、不思議ですよね、うんうんうん、なんか、まあ、結局最後は一人になっちゃって、うんうん、まあ結局一人芝にはなっちゃったんですけど、うんうん、まあ、あれもあれでいい経験かなと。いや、まあ、素晴らしいですよね、前向きですよね。いや、そう、一人になった時段階でね絶対逃げるだろうと、はい、そうですね、若干思ってたんですけど、いや僕もその時は、うん、あもうダメだ逃げようって思って、うん、って思ってたんですけど、はい、いやちょっとやってみようかな。素晴らしいよね、一、はい、人になってもちゃんと一人芝居としてやりきってね、そうですね、主催もちゃんとこなすっていうね、はい、いや素晴らしい、はい、いやもう本当に、うん、まあその時はねやっぱもうなんでみたいなだよね、はい、一人になっちゃったしね。そうですね、まあでもそういう経験もね必要なんで、うん、なるほど、はい、いい経験になったと。そうですね、素晴らしいね。まああとはまあそういう芸能関係だけではなく、はい、まあプライベート的なことでも、うん、結構失敗を積んできたというか、失敗、まあ、そうですね、まあ、結構人間関係とか、あーなるほど、はい、結構失敗が多かったんで、まあ詳しく言うのはちょっとあれかなとは思うんで、うん、まあ気になる人はねツイッターとかメッセージ送っていただければ。あ、なるほど、はい、どんどん。 ちなみにツイッターどうやって言えばいいんですか。ツイッターはまあ、はい、タルタニともかずと、はい、検索していただければ出るんで。なるほど、はい、タルタニのタルとかっていう感じは、サカダルのタルに、はい、タニのタニ、はい、月二つに平和の和で、うん、タルタニともかずで検索すれば一発出たんで、はい、なるほど、はい、そこから飛んでくれればちょっとプライベートなことも書いてるぞと。そうですね、なるほどですね、はい、でまあ来年の抱負なんですけど、はい、まあこの失敗を糧に、うん、まあ来年は大きく飛躍したいというか、うん、もう何でもいいから、何でもいいって言ってあるの、はい、なんか成功したい、成功したい、何か漠然としてるね、成功したいとりあえずみたいななんか、うん、失敗したからこの失敗を生かして、うん、ちょっと舞台とか、あー、はい、なるほどね、うまいこと回していきたいなと思います。うん、まあ、今年ね、あのソースマイスターチャンネルっていうことでね、はい、ソースマイスターとして覚醒して、そうですね、まあ、甘くこう粘土のあるね、はい、人間に来年になっていくかなと思いつつ、はい、この一人芝居やった時にやっぱりタル君すごいね、あの、はい、こう来たものがあったみたいでね、こう脚本書いてみたいとかね、そうですね、うん、そういった思いが今あるんですよね、はい、あ、それを来年やって、はい、そしたらやっぱりトーク&ライブでね、はい、タル君が書いた脚本で僕らとか芝居したいですね、ぜひ。ああ、いいですね、うん、はい、じゃあそれをもう目標にしましょう。そうですね、来年の、はい、じゃあやりましょう、はい、もうちなみにもう書き始めてるんで。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ楽しみにしてます。はい、楽しみにしておいてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでですね、タルタニともかず君ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、はい、最後松山さんも。そうですよね、言っておきましょうか。鳥飾りたいと思います。はい、まあ、愛の伝道師松山真嗣なんですけども、まあね、最初から、まあ、僕はですね、まあ、この夢物語、はい、まあ、石川さん、音響担当 PA 担当の石川智明さんに声お声かけていただいて、はい、あの、まあ、普通の現場作業員からね、あの、うん、ラジオ MC になるっていう、別にこう、はい、芸能人になりたかったとか、はい、役者になりたかったとか、はい、まあ、芸人になりたい、僕笑いを取るのが好き、人を笑わせたいっていう気持ちはして時からあの思ってる人間だったので、はい、そういった意味ではこう一個笑いのステージを一個上げて、うん、こうラジオっていう場で自分の声を発信して、うん、こう皆さんに笑いを届けられるっていうところをくださったっていうチャンスかなって思って、はい、あのこのラジオ夢物語やらせていただいて、うん、まあ、いっぱいねこう刺激受けまくって。そうですね、はい、まあ基本的に松山さん面白いですもんね。いや、そんなことないですよあのね、
ぶっちゃけね、あのね、自己紹介さっき省いてるじゃないですか、はい、日々貪欲に笑いを取りに行きますとか言って貪欲に取って泣くねって言われてあごめんなさいっていう感じで辛かったんですけどまあね、そう、まあ、貪欲にね取ってないかもしれないけどね、うん、僕なりにね、まあ、そうタル君であったりとかね、はい、笑ってくれたりとかね、こう、そうですね、なんだろう、笑いのツボはね、こうね、取りに一応行こうとしているんだよっていうことをね、とりあえず伝えておこうかなまあそんな感じでね、はい、僕みたいなね、そう未経験の人でも全然飛び込めるラジオ番組だと思っていて、うん、でこう今もね、聞いてくださってる方は分かると思うんですけども、みんな明るくて、はい、仲間思いで優しい人たちなので、すごいやりやすい場所、ここにいたい、こう安らぎの場所っていう感じで、はい、もうね、ありがとうとしか言いようがないね。そうですね。もう出会いであったりね、このみんなにね、ありがとうっていう気持ちがね、はい、もう溢れ出してね、僕はね、涙が出そうだ。涙出しちゃっていいんですか？涙出しちゃっていいんですか、はい、ありがとうございます。ちょっと嘘の涙をね、今、拭いました、はい。あ、でもちょっと出てるかもしれない。まあそんな感じでね、みんなでね、まあ、来年も頑張りつつ、はい、新しい MC の子たちがね、はい、こうやりやすい、場所作りであったりとかをね、うん、僕はね目指していきたいなって思っております。そうですね、まあ、そんな形で、まあ一応ね僕もね、はい、ブログやってるんですよ。あ、そうですよね。そうなんですよ、はい、なのでまあこれを聞いてね、こうちょっとラジオ興味あるぞとか、はい、こう夢物語メンバーと一緒に一応ラジオやりたいっていう方いると思うんですよ、うん、はい、まあ、そういった方のねメッセージもね、さっき徳ちゃんのねブログからでもいいですし、まあ、僕の、はい、ブログからもしくはタル君のツイッターからでもいいので飛んできてもらいたいなと思いますので、まあ、僕のブログがですね、愛の伝道師シンジで Google で検索していただくともう出てきますので、一発で、まあ、それでねこう見ていただいて、まあ、日々こう見て、とりあえず見て何かこう興味があるぞってどんどんだんだん思ってきた段階でメッセージくれても構いませんし、はい、まあ、そんな感じで、まあ、ちょくちょく、まあ、僕らのことを応援してくださったら嬉しいと思いますし、僕らもそうやって応援してくださってレールようにこう頑張って来年もね、はい、行きたいと思いますんで、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、もう来週というかね、来年の MC ですね、はい、来年の MC は、はい、カメレオン女優玉川有沙さんと、おめない星人おめない子こと徳本直子さん、はい、と愛の伝道師松山真嗣、もうね3人というね、新しい、そう新しいですね、新しいですよね、はい、もう来年はねもう新しいことでチャレンジしまくろうということでね、3人でやりたいと思います、はい、まあねコーナーの方とかもね、まあ新年一発目、まあ楽しみに、もうお年玉じゃないけどね福袋じゃないけどね、開けてびっくりじゃないけど何が入ってるかなっていう感じでね、はい、お楽しみにしておいていただければなと思います。はい、はい、まあ、ということでね、はい、まあ、本当ねこの1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、はい、まあねもう初めて続きでもう初々しい僕らだったんですけども、はい、まあ至らない点もあるかもしれないんですけども、はい、まあ、いつも聞いてくださってる皆さんには本当ありがとうという、はい、という言葉しかありませんし、まあ、これ聞いてくださってる方、今日聞いてくださってる方はね、まあ、今日からでもいいですし応援してくださればいいなと思いますので、はい、僕らも一生懸命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 頑張っていきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今週の MC は愛の伝道師松山真嗣と塾長と広島大好きソースマイスターのタルタニ友和でした。はい、まあ、今年最後ということでね、みんなでねせーのでありがとうございました、はい、締めたいと思います。はい、はい、せーのありがとうございました。良いお年を良いお年を